お元気ですか、ボクシュミです。今回はですね、力戦カード総集編として、私が応援しているファイターズ以外の力戦カードをね、紹介したいと思います。過去にもね、挙げておりますが、またね、新しい選手の力戦カードも含まれておりますのでね、どうか温かい目で見てくれたらありがたいなと思います。早速紹介したいなと思います。まずはですね、オリックスバファローズでございます。近鉄バファローズ、阪急ブレーブス、オリックスブルーウェーブもね、含まれております。こちらがね、山本由伸投手でございます。で、佐藤義則選手でございます。以前ね、あの日本ハムのね、投手コースも務めていられた方でございます。で、こちら山下俊平太投手でございます。はい、助っ人外国人として、オグリビー選手、メジャーにも、ね、経験した長谷川重俊選手、で、ゴンザレス選手も入っております。こちらからね、千葉ロッテ、マリーンズ編でございます。千葉ロッテ、オリオンズ編もね、含まれております。で、種市投手に、増田投手もね、含まれております。もちろんね、あの、OB 選手も含まれております。で、ここからね、楽天イーグルス編でございます。で、松井裕樹選手でございまして、こちらね、則本投手でございます。ちなみにね、則本投手はね、後にも紹介しますが、もう一枚ございます。で、こちらね、楽天試合の涌井投手でございます。現在は中日ドラゴンズに在籍しております。で、こちらね、浅村選手でございます。これシルバーなんですね。これはね、ゲットした時はね、大変ね、すごく興奮したのを覚えております。で、則本投手の2枚目でございます。で、こちらがね、福岡ソフトバンク編でございます。南海ホークスやです、ダイエーホークス時代もね、含まれております。はい、で、現在はね、メジャーに行きました千賀滉大投手でございます。で、柳田選手でございます。はい、で、続きましてね、こっちからね、埼玉西武ライオンズ編でございます。西鉄ライオンズや、太平洋クラウンズ時代もね、含まれております。ね、間違ったら、ごめんなさい。ちなみにね、これ、前にも言いましたけどね、1枚しかないカードでございます。はい、以上でございます。で、続けて2冊目紹介したいなと思います。はい、次に2冊目紹介したいと思います。はい、西武ライオンズ編のね、続きでございます。で、OB としてね、この若菜選手、このライオンズのね、ユニフォームがね、とてもね、懐かしい感じでございます。で、ここからね、セリーグ編として、ヤクルトスワローズでございます。ヤクルトスワローズはね、あの前にも言いました通りね、結構ね、あの、直筆サインカードが結構多いです。別にね、意識したわけじゃないんですけどね、普通にやってたらね、こんなにね、増えてしまいました。で、田口選手ね、去年も在籍した選手でございます。で、川崎選手がね、じゃあ2枚持っております。で、ここからね、阪神タイガース編でございます。で、こちらね、
中西投手でございます。で、今年ね、阪神優勝しましたけど、で、この阪神、今年もね、確か優勝した投手でございます。で、アリアス選手でございます。で、これ、木浪選手でございます。藤田平選手、監督もね、経験もございました。でこちらね、中野拓夢選手、WBC でもね、活躍した選手でございます。で、これ最近入った、西勇輝投手でございます。で、巨人はね、王貞治選手しかございません。巨人はね、基本的にはね、現役選手は、なんか契約上の問題でね、出てきません。OB はね、出てくるんですよね、これね。はい。続いて、広島東洋カープでございます。で、カープも比較的多い方じゃないかなって思います。で、こちらね、大瀬良投手でございます。で、田中選手でございます。で、こちらね、なんとこれね、菊池涼介選手のこれ、シルバーの直筆サインカードでございます。これもね、当たった時はね、興奮しました。で、こっちからね、中日ドラゴンズ編でございます。はい。2つ目終わりました。次、3冊目いきたいと思います。最後の3冊目でございます。はい。中日ドラゴンズの続きでございます。で、谷繁選手はちなみにね、2つカードを持っております。元監督でもねありましたしね。はい。で、こちらね、高橋周平選手と引退しました福留孝介選手でございます。で、こちらからね、横浜 DeNA ベイスターズでございます。大洋ホエールズや横浜ベイスターズ試合も含まれております。で、こちらがですね、大和選手でございますね。いぶし銀の大和選手でございまして、三浦監督の直筆サインカードでございます。こちらがね、たまたまね、手に入れた、メジャーリーガーの直筆サインカードでございまして、ここからですね、プロ野球カード以外の直筆サインカードでございます。こちらはね、バスケとね、DJ リーグでございます。はい。で、こちらね、大相撲力士でございます。宝富士関と島の海関でございます。で、こちらカーリング選手ね、2人持っております。で、唯一の J リーガーの選手でございまして、で、ここからね、各スポーツの選手でございます。説明はね、前のね、方で紹介した通りでございますので、ね、紹介は割愛とさせていただきます。で、こちらね、秀ノ山親方、元大関、琴王子、超肉弟子でございましてね、最近ね、独立してね、部屋をね、持ちました。で、またリーチマイケル選手ね、頑張ってほしいですよね、ワールド、ラグビーのね、ワールドカップですね。で、こちらがね、メリノカズ選手で、こちらね、新しく入りました。こちらもね、ラグビー選手の、重野選手でございます。で、こっからですね、は、まだね、入っておりません。はい。以上が私が今集めている、ファイターズ以外のね、選手の直筆サインカードでございます。
ちなみにね、あのファイターズの方はですね、まだね、2、3枚しかないのでね、まだね、紹介するにはまだ足してないと思います。せめてね、あの10枚以上なったら、上げていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。